アウグストセレスティーノ・ファルフス・ドス・サントス・ジュニオールは、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身のカーレースドライバーで、ある。2007年現在、世界ツーリングカー選手権に参戦している。通称は、アウグスト・ファルフス・ジュニオールで、同選手権などでは、アウグスト・ファルファス・ジュニア、としてエントリーしている。当初乗り始めたのは2輪で、1991年には、地元のパラナ州で開催された、 ポケットバイクによるモトクロス選手権でチャンピオンとなった。1992年9歳でパラナ州カート選手権を制したのを皮切りに、1998年までサンパウロ州を中心にカート選手権などに参加し、数々のタイトルを獲得した。1999年にはイタリアカート選手権、北米カート選手権をそれぞれランキング3位と2位で終え、 世界カート選手権でもランキング2位を獲得した。2000年からイタリアに移り住み、フォーミュラルのイタリア選手権に参戦し、翌年はイタリア選手権では9位に終わったが、並行して参戦したユーロカップで選手権チャンピオンとなった。2002年には F3 を飛び越え、イタリアを中心に開催されているユーロ F3 前へとステップアップし、初年度からランキング9位。 2003年には若干20歳でチャンピオンに輝いた。そうした活躍により、翌年に向けヨーロッパツーリングカー選手権のアルファロメオワークスチームで同選手権における競合チームである N テクノロジーのシートを獲得し、翌年以後ツーリングカーに活躍の場を移す。一特書年度から総合ランキング6位につき同選手権が 世界ツーリングカー選手権となった、次年度2005年には4位、3年目の2006年にはチャンピオン争いをして、総合3位となった。2007年はアルファロメオを離れ、ディルク・ミューラーに代わって、BMW チームのシートを得た。出身地であるクリチバで開催された、開幕戦では、第2レースで6番シュスタートながら前年果たせなかった、母国レースでの優勝を遂げている。 この年はランキング4位となる。2008年は2勝を挙げランキング6位。2009年は再びチャンピオン争いをしてランキング3位。しかし2010年は未勝利に終わりランキング7位。この年を最後に WTCC を離れた。2012年からはドイツツーリングカー選手権に参戦。初年度は1勝するもランキング7位。 しかし2013年は3勝を上げランキング2位となった。しかしそれ以降は優勝はなく、ランキングでもトップ10県外特選し、2018年を最後に DTM を引退した。2019年は WTCC に代わり新設され2年目を迎える WTCR に、WTCR 初代チャンピオンガブリエル・タルキーニが所属する BRC レーシングチームから参戦。 WTCC 以来9年振りの復帰を果たす。ファルフスは同じく WTCC 以来の復帰となる、オランダ人のニッキー・キャッツバーグと共にセカンドチームの BRC ・ヒュンダー・エーヌルク・オイルレーシングチームからの出場となる。序盤は堅実にポイントを獲得していき、第5戦ニュルブルク・リンクのレースに、第6戦ポルトガルのレース1で3位表彰台を獲得した。しかし表彰台は、 この2回のみで、ランキング15位となった。ヨーロッパツーリングカー選手権世界、ツーリングカー選手権、ドイツツーリングカー選手権世界、ツーリングカーカップスーパー GT、インターコンチネンタル GT チャレンジスパフランコルシャン24時間レースニュージブルクリンク24時間レースバサースト12時間レースインターコンチネンタル、ルマンカップユナイテッド、スポーツカー選手権、FIA 世界耐久選手権、 ルマン24時間レースレートな24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。